はい、こんにちは、116ウィンズです。さあ、こちらは昨日現地時間5月4日のオリオールズとの3連戦の2戦目が終わった時の私です。オリオールズとの3連戦1戦目はブルペンデーの末、最後はブルペンが持ちこたえることができず負けてしまいましたが、昨日は同点の8回に攻撃陣が爆発し、シーガーの犠牲フライ、さらには昨年の新人王カイル・ルイスにスリーランホームランも飛び出しまして、一挙4得点で気持ちよく勝つことができました。ここまでオリオールズとは4勝2敗と相性も決して悪くはなく、今日の3連戦の最終戦、まあ、相手の先発がオリオールズのエースであるジョン・ミーンズということもあって、厳しい戦いは予想されましたが、まあ、なんとかですね、勝ちをもぎ取ってシリーズ勝ち越しというところを期待して昨日は寝ました。試合開始が4時台でしたので、さすがに起きて試合を見ることはちょっと難しいような時間帯でしたので、起きた時にはマリナーズが勝って2勝1敗でシリーズ勝ち越しを決めましたというニュースを見られると思っていました。そしたらね、これですよ。マリナーズは今日オリオールズ3連戦最終戦で相手のエースミーンズにノーヒッターをやられまして、これで今季早くも MLB で3人目のノーヒッター達成ということになりました。ミーンズのノーヒッターは内容としてはほぼパーフェクトに近く、許したランナーはハガティが振り逃げで出塁したのみ。しかもそのハガティも盗塁を失敗してアウトになりましたので、ミーンズがこの試合で対戦したのは27人のみと、対戦人数からしてもパーフェクトとほとんど遜色ない内容でした。オリオールズとしては1991年7月13日に継投でのノーヒッター達成以来30年ぶりのノーヒッターとなりまして、また今回のミーンズと同様に一人でノーヒッターを達成したケースとなりますと、1969年8月13日にその後殿堂入りも果たすジム・パーマー以来実に52年ぶりの快挙となりました。今季ミーンズよりも先にノーヒッターを達成したパドレスのジョー・マスグローブ、それからホワイトソックスのカルロス・ロドンはいずれもデッドボールでパーフェクトを逃していますが、今回のミーンズは振り逃げで逃してしまったということで、ここまでのノーヒッターはどれも内容からしても文句なしのピッチングが多いですね。ちなみにマリナーズがノーヒッターをされたのは2年前の2019年8月3日にアストロズに継投でノーヒッターされた以来で、この2019年はさらにエンゼルスにも継投でのノーヒッターをやられています。ということで、勝つどころかヒット1本すら打てなかったということで、あまりに衝撃的でしたので、個人的には逆に目覚めのいい朝となりました。さて、今回ノーヒッターを達成したミーンズですが、ご存じない方のために簡単に彼についてご紹介したいなと思います。2014年ドラフト11巡目指名をオリオールズから受けてプロ入りを果たしたミーンズは、2018年に MLB デビュー、翌2019年に先発ローテーションに定着すると、この年は31試合で12勝11敗、防御率 3.60、 ウィンズアボブリプレイスメント 4.8 と新人ながら先発として大活躍しまして、オールスターにも選出されました。昨年は少し成績を落として10試合で防御率 4.53 という内容でしたが、90マイル前半の速球とチェンジアップを主体に安定して試合を作ることができる選手で、今季は開幕7先発でクオリティスタート5回と内容も上々。オリオールズのエースとしてローテーションを回していた選手ですので、今このチームからノーヒッターを達成するのであれば間違いなくミーンズだったと思いますので、今回の快挙達成は素直に喜ばしく思います。今日のノーヒッターでのミーンズは常に優位な立場で9イニングを投げ切ることができました。対戦した27人中なんと26人で初球ストライクから入り、カウント面で有利な立場にいましたし、また決め球のチェンジアップも空振り率が驚異の 58%、 チェンジアップが特に有効だったことに加え、時折カーブですとか、またここではちょっとカッターと書いてしまったんですけれども、スライダーも混ぜまして、マリナーズ打線に全く的を絞らせませんでした。ヒット性の当たりもほとんどなく、スタッドキャストで計測した打球の質から予測される打率 XBA が5割を上回った打球はわずか2本、6割以上の打球は1本もありませんでしたので、ミーンズの運が特別良かったというわけではなく、彼の力で掴んだノーヒッターなのだと思いました。ということで、ミーンズの今日のピッチング本当に素晴らしかったですし、文句のつけようがないものでしたが、ただ個人的に心配になったのはマリナーズ打線の方ですね。まあ、たまにノーヒッター食らうことは何年もやっていれば起こりうることでしょうが、それにしても今のマリナーズはなかなか打線がうまく機能していません。今日のノーヒッターで今季のチーム打率2割1厘まで下がりました。ついこの間までタイガースが1割台にいましたので、かろうじて MLB ワーストを免れていましたが、そのタイガースにも抜かれまして、ついに MLB ワーストとなってしまいました。もうとにかく打てない。先月は上位打線のハニガー、フランス、シーガーが牽引してくれて、どうにか打線としての体裁を保ってきましたが、上位打線の当たりもぼちぼち止まり始めて、このタイミングで4番以降のギアがかかり始めると良かったんですけれども、それもまだ来ていないと。今日の打線もご覧の通り、打率が1割台ないし2割台前半の選手がずらりと並び、なかなか攻撃陣苦しい状況です。
本当だったらこういう時にもう一人か二人ベテラン選手がいたら助かりましたが、まあそれもいませんので、若手の選手たちがどうにか自らの力で突破口を見つけなければならないでしょう。メジャーレベルの層の薄さが今もろに響いている印象です。ただ数少ないいいニュースとしては、マイナーのシーズンがついに開幕しましたので、マリナーズの未来を担うケレニックがおそらく今月のどこかで上がってくるでしょうから、彼が打線の起爆剤のような存在となってくれると助かるんですけどね。いやもう早く来てという感じです。本当にケレニック早く助けて。